はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方をご視聴いただきありがとうございます。本日12月5日、日曜日です。今日は朝ドラの解説ではないんですけれども、同じく NHK でですね、太平洋戦争から80年という節目の年ということで、特集ドラマがいくつか組まれております。その中で一番目玉となるドラマが、ロンドンの山本五十六というドラマであるということです。放送日は12月30日木曜日ですね、大晦日の1日前ということで NHK 総合テレビで午後10時から11時13分まで放送予定となっています。はい、今日は主にその人物相関について紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ドラマ名がですね、ロンドンの山本五十六ということで、当然主人公は山本五十六なわけです。そして五十六役を演じるのが香取慎吾さんということです。真珠湾攻撃の作戦を指揮した海軍提督山本五十六の知られざる物語、新発見の極秘文書に基づき国民から英雄と呼ばれるようになる以前の海軍という組織の中でもがき続けた新たな山本五十六像を描いていくドラマになっているということです。ロンドン軍縮会議の予備交渉で海軍の首席代表を命じられたところからストーリーが展開されるようです。はい、まず山本家の人々ですが、五十六の妻役を演じるのは平岩神さんです。山本五十六の妻山本玲子を演じます。そして山本家の女中正木よし子役を景井ひなさんが演じられます。それでは海軍上層部の面々について触れていきます。伏見の宮博康王を演じるのは島田久作さんです。伏見の宮はですね、軍令部総長、皇族出身の軍人で海軍の作戦を統括する軍令部のトップです。そしてナンバー2ですね、加藤孝義役を演じるのが伊武正人さんです。加藤は軍令部次長ということで、日本が軍縮条約を結んだ当初から条約に反対する姿勢を鮮明にしていた人物となります。はい、続きまして大隅峰雄役を演じるのが渡辺一慶さんです。大隅は海軍大臣で軍縮反対派です。海軍内で軍縮を支持する一派を追放する人事を行ったという人物になってます。そして長谷川清役を演じるのは中村育児さんです。海軍においては次官ということで大隅峰雄の直属の2番手ということになります。長谷川清は海軍次官で海軍省のナンバー2ということになります。はい、ということで、お気づきの方多いと思いますが、このモノクロの写真は全て本人ということで、登場する人物全て史実のモチーフであり、その人の名前実名であるということになっています。はい、それでは山本五十六とゆかりの深い軍人たちについて紹介していきます。まず親友の堀悌吉役を演じるのは片岡愛之助さんです。堀は山本とは海軍兵学校の同期であり親友でもあります。軍備拡大を求める風潮が強まる海軍にあって山本に戦争を避けることの重要性を説き続ける人物となります。はい、ということで堀はですね、五十六に軍縮という条件を飲んで戦争を回避 することを説得した人物でもあるということになります。
続いて海軍軍人の岡新太役を演じるのは市原隼人さんです。岡は海軍軍人で中尉武官として山本五十六とともに予備交渉に参加する人物でもあります。はい、続いて富岡貞敏役を演じるのは高良健吾さんです。富岡は海軍軍人で終戦直後の東京で海軍の公文書を収集する中、山本五十六に関する極秘文書を発見するということで、今回のドラマはですね、そういった富岡が極秘文書を発見したことで新たに分かった五十六の別の顔ということで、このドラマができる、ゆえんみたいなところの役どころなのかなと思います。はい、それではその他の登場人物2名を紹介して終わりたいと思います。中英大使の松平常夫役を演じるのは国村淳さんです。松平は外交官で中英大使として山本五十六とともに交渉に臨む人物です。山本の相談相手として精神的な支えとなる人物でもあります。高橋惟喬役を演じるのは山本岳さんです。高橋惟喬は政治家で前の大蔵大臣、軍事予算の抑制に努めたことで軍部の恨みを買い、1936年の226事件で暗殺されてしまう人物でもあります。はい、ということで最後にストーリーをざっくり紹介して終わります。1934年昭和9年、海軍少将山本五十六はロンドンで開かれる軍縮会議予備交渉の主席代表を命じられます。交渉が決裂し、日本が国際社会から孤立すればイギリスやアメリカとの溝は深まり、やがて戦争になるかもしれない。アメリカの強大な国力を知り、戦争は避けるべきだと考える山本は、軍縮体制から脱退し軍拡への道を望む軍上層部の思惑との間で厳しい決断を迫られることになります。そうした中、山本五十六はある秘策に打って出るということで、どういった秘策なのでしょうね。はい、はい、ということで今回は太平洋戦争80周年という節目の年で、このドラマ以外にも NHK ではいくつかの関連するドラマが12月中に放送される予定になっています。その中でも一番目玉になるのがロンドンの山本五十六という特集ドラマということになります。いつも朝ドラを中心に解説していますが、朝ドラの中でも戦争の描写があれば、その辺のところについても注目して解説しておりますし、お盆の頃に毎年放送される終戦ドラマについても解説しておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。主にテーマですが、世界でただ一つの戦争被爆国が、かつての過ちとそこから這い上がってきた先人の生き様について勉強したいと思いながら動画の方作成をしております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録コメントも非常に励みになりますので、よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。あ、北さんでした。